今日12月1日は映画の日です。ということで今日は特別な方にもご来場いただいております。鳩山由紀夫内閣総理大臣です。弟、私も見たいんです。弟ともっといい関係になりたいなとそう思っておるものですから、今日もまた弟は何か私のことをいろいろ言ってるようであります。それだけに見たいんですが、今日は実は用事ができてしまいまして、すぐに失礼をしなければならなくなりました。代わりに私よりももっと映画好きの妻のみゆきがどっかにいると思います。うちの嫁さんなどは一度映画を作ってみたい、亭主の世話を見るよりも映画を作りたい、毎日そう言っております。鶴瓶さんが弟になりきるために15キロ痩せたんですって。すごいですよね。 ありがとうございます。その映画のために身を削るってなかなか私はできないことだと思っています。鳩山総理ありがとうございます。1959年に初めて映画に出演しました。それからとうとう今年で50年経ってしまったんですけれども、ありがとうございます。50年とおっしゃったんですけども、もう現場でも初々しいんです。それで僕こんなずうずうしいから、あのメイク室で聞いたんです。なんでそんな初々しいんです言うて本人が慣れてないんですって。50年です、50年で慣れてないって。慣れてあきませんよ。そんな大げさな物語でも何でもない、まあ、あの乱暴にはホームドラマって言えばホームドラマなんですけども、でもこんな世界でもちゃんとそのそういうこう広い世界にたどり着けるんだなみたいなことを、まあ、この映画を作りながらしきりにあの思ったもんなんです。